はい、おはようございます。11月1日、おはようございますって言ったけど、昼過ぎね。昨日、ハロウィンだったじゃないですか。自分も仕事が跳ねてから、帰り道ね、ちょっとな、福岡の中心部、天神とかをぐりっと歩いて回りました。去年、一昨年ぐらいかな。稚魚公園が封鎖されるようになったんですよね。若い人たちがたむろすると、いろいろトラブルの元になるとかいう判断だと思うんやけど、これね、結構ね、警察の人たちもね、巡回しているし、交通整理のお巡りさんも出ていて、人が多くてざわざわして、あちこちから大きな声が聞こえてきたり、いつもの通りさ、人がたくさんいるところに湧いて出てくるゴキブリみたいにさ、ワン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 言って車を走らせている人たちがね、出ていたり、いつものハロウィンの夜の雰囲気かなっていう感じがしましたね。で、時折こうすれ違う人の中に、おやおやって思うような格好をした人がいたり、僕はね、ピエロとかさ、お面をかぶった人とすれ違うとき、怖かったですね。僕は映画見てるんで、ジョーカーの中で起こったようなこと、例えばピエロの仮面をかぶった人が悪さして、バーって逃げ出しても、ハロウィンの夜に限ってはね、その人をね、見つけ出すことが困難だろうな、とかさ、そういうことを考えながら、ハロウィンの夜、天神を歩いてたんですね。年一回の、言ってみればお祭りの夜なんでね、皆さんそれぞれ装いを凝らしたね、仮装をしている人たちとかね、ちょこちょこっと顔にペイントしている、ライトな感じの人もいたり、それは人それぞれいろいろかなっていうふうに思いました。ネットのニュースだと、渋谷とかがね、何年か前みたいな盛況な状態ではなくって、仮装してたけど浮いちゃうから楽しくないわみたいなことを言ってる人たちもいるんですってね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。